サカサカやってるからさ。ヤードロです。どこじゃもう、ねえ、
そうだよね。ねえ、やっこちゃん、さっきも泣けたじゃん。どうしたの？うわー、めっちゃよくできてる。この感じ、コスプレめっちゃよくできてる。私、いろんなコスプレ見てきたけど、こんなよくできてるの初めてだ。変わっちゃいない。変わっちゃいない。うわー、これが外の星。私もだ。また変なのが紛れ込んできちゃったのね。今度は一体何なの？ちょっとそこのおじさんたち誰？おじさん、おじさんじゃん。あれくそ、足場軍三河県内一体大将池田常沖、池田常沖、またの名を昇竜玉。我こそは鬼武蔵けど足場軍第二部隊大将森長吉に当たる。じゃあ私の代わり秀吉様の軍の方々ってこと？おお、長久手の完全の敵味方が同時にタイムスリップしちゃったってこと？タイムスリップ？こちら、なんかヤバい予感がする。岩崎城から長久手へ向かう途中、ここであったが100年目、決着をつけてくれる。あのところじゃ。
キヨッチョ大好きじゃん。何アプローチしとんじゃん。はぁ、医者の皆さん、今はあなたたちが戦った長久手の戦いなのに400年以上前の平成23年でもとっても平和な時代なの。そんなの関係ないわ。我々の邪魔をするわ。そんなこと容赦をせぬ。手打ちにしてくる。しょうがないわね。よしこちゃん、やすこちゃん、こうなったら私たちが行くしかないのかな。そうみたいね。古戦場公園といえば長久
手の観点の舞台、長久手の観点、長久手観点の舞台になった公演、家康様たちもこの公演で、この公演で現代に対決してそうね。そしてこの古戦場公演にはですね、長久手の観点のジオラマをはじめ、公演は合戦の縮図になっているし、それからたくさんの合戦にまつわる資料も飾ってあるんです。そしてなんと皆さん、この古戦場公演で毎月第2土曜日、長虎の日というのをやってまして、私たち長久手歴史トラベラーズが皆さんと一緒に楽しく遊んじゃおうぜというのをやってます。先月はね、今月は盾体験っていうのをやってまして、お客さんにもね、こちらさんズバズバ切ってもらっちゃいましたね。そうそうそう、道からね、簡単なところからちょっとだけ難しいところ、武将のみんなが直々にお客さんに教えてくれるから、すごい分かりやすくて楽しいんだよね。ぜひですね、武将様を切りたいという方、お戦場公演に行ってください。おるのか、そんなの。おるのか、はい、ないのか。いないのか。じゃあ第2問、うん、また皆さん、協力よろしくお願いします。分かっておるな。これですよ、いきますよ。えいえいおーえいえいおー、ほら、分かっておるな。さあ、この文字をご覧ください。長久手という言葉が5つあるの。長久手町にある、なんじゃ、温泉施設の名前なんです。ちょっと難しいかもしれないですね。さあ、あ、こちらにも、おお、若いのか、ござらす、おお、正解じゃー。よろしい、さすがでございます。はい、ござらすって行かれたことありますか？はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今に当てていただいたこのござらすっては天然温泉で、それで中には岩盤浴とか足湯、または炭酸風呂などがあって、5分入るだけで約4倍血流を促進できちゃう化粧水風呂とも言われている素敵なお風呂もあるんで、ね、お肌ツルツルになるんだよね。それで、このボタラッテのちょうど向かい側には産地直送の野菜市場、アグリフラというところもあります。なので新鮮なお野菜がすぐ手に入るんで、こちらもぜひ足を運んでみてほしいと思います。で、私たち長久手歴史トラベラーズの演舞もこのボタラッテやアグリフラでも何とかやらせていただいてます。長久手でもぜひお時間ある方はこれからもアグリムラボタラテに足を運んでみてください。お願いします。よかったね、みんなすごいね、実際にボタラテ行った方もいらっしゃったね。楽しかったね。楽しかったね。結果は、結果、1対1で引き分け。やはり勝負はこっちの方でつければならないの。収まらんな、わしも。まだそんなこと言ってるの？どうせ元の時代に戻ることかもわからないじゃん。だからせっかくみんな集まったんだから、みんなで長久手町をいっぱい知って、その素敵な長久手町を日本中に乗せてあげようよ。あれ、そうは言ってもな、徳川と手打ちとは秀吉殿に何と言ったらよいかな。家康様、なんじゃ、もっとおそばにいたいな。おい、あ、おっさん、あそこの頭葉っぱのおっさん、頭葉っぱ、はい、すげえ大きいだな。なんじゃい、私ももっとそばにいたいな。あ、いいよ。長久手の歴史の大切な主人公を紹介します。はい、徳川家康、よし、池田恒興、井伊直政、森長吉、はい、そして私たち安子、そして黒子のノボくん。このみんなで長久手町をめいっぱい楽しんで、この素敵な長久手町をいっぱい楽しんで教えてあげましょう。はい、長久手の歴史と今を旅する私たち、長久手歴史トラベラーズ、どうぞよろしくお願いいたします。
しらにも会いに来てくれ。わしの大事な槍折れちゃった。ならとで温泉に入ってくだされ。そなたわしの背中流す。